安倍博史主演のドラマ、ドラゴン桜、TBSK、毎週日曜21時の最終回が27日に放送され、東大戦火の生徒たちの合否の結果が明かされると、ネット上では歓喜と涙の反響が巻き起こった、以下、ネタバレを含みます。 ご了承の上、お読みください。二次試験を控えた瀬戸、高橋海人は、東大合格を果たすために桜木、安部、の忠告通りに門下三塁から門下二塁への軽い変更を決意する。一方、桜木から分店を進められ、一時は受け入れた藤井、鈴鹿宏、だったが、工学部でロボットを作りたいという夢を追うために、当初死亡していた理科一類で出願することを決める。そして迎えた東大入試。 東大戦科の生徒たちは緊張とプレッシャーと闘いながら試験をこなしていく。そんな中、藤井は休憩時間中に健太、細田義雄太氏が他の受験生からいじめを受けている現場を目撃。桜木のテスト本番は自分のことだけを考えろというアドバイスが頭によぎった藤井だったが、友達のピンチに黙っていられなくなり止めに入ると右手を負傷してしまう。波乱の入試を終え、 迎えた合格発表の日。東大専科の生徒たちは全員で合格発表を見に行く。文化3類に出願した小杉、志田沙羅は合格。しかし同じ文化3類に出願した早瀬、南沙羅は不合格という結果に。理科2類を受けた健太と天野、加藤清志郎、楓、平手由里奈は見事合格。 しかし試験中に右手を負傷してしまった藤井は、理科一類を不合格となってしまう。そして直前で軽い変更した瀬戸は、文化二類に見事合格を果たした。放送中。 1>, 1人ずつ合否が発表されるという展開に、ネット上は自分のことのように嬉しい、おめでとう,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 う、などの声のほか、自分の合格発表より緊張、フィクションを超えてきてドキドキやばい、合否発表は自分の昔も思い出して泣けた、といったコメントが集まっていた。最終回の後半では、早瀬が共通テスト利用で青山学院大学経営学部に合格していたことが判明。 一方の藤井は来年、改めて東大を受験する決意を見せた。放送後には、藤井くん、来年は絶対大丈夫だよ、続編で藤井くんの東大合格が見たい、などの投稿が寄せられていた。